ルシアン・バン・インプ。ルシアン・バン・インプは、ベルギー・フレミング出身の元自転車競技選手。ルシアン・バン・インプや、言語表記に近いルシアン・ファン・インプと明記する、自転車競技関連ウェブ、雑誌もある。ツール・ド・フランスでは6度にわたり、山岳賞を獲得するという実績を誇り、まさしく、キング・オブ・マウンテンの名にふさわしい、山岳スペシャリストであった。長らく、エディ・メルクスの壁が厚く、ツールでは、山岳賞こそ獲得するものの、総合成績では、ベスト10の常連でありながらもなかなか優勝までは、たどり着けなかった。しかしメルクスが出場しなかったとはいえ、1976年のツール・ド・フランスでは、ラルプ・デュエズのステージで首位に立ち、ピレネー越えステージで他を圧倒したことも手伝って、7度目の出場にして、初めて総合優勝を果たした。また、翌1977年のツール・ド・フランスでは、ラルプ・デュエズにて、伴走者と接触したことが影響し、惜しくも、総合3位に終わった。ツールにおける6度の山岳賞獲得は、スペインのフェデリコ・バーモンテスと並ぶ大記録であったが、2004年に、フランスのリシャール・ビランクが7度目の山岳賞を獲得し、2人の記録を塗り替えた。ちなみに、バン・インプは、ジロでイタリアでも2度の山岳賞を獲得しており、またツールでは15回の完走を果たしている。ツールにおける15回の完走記録は、ヨープズとメルクの16回に次ぐ記録で、後にビアチェスラフ・エキモフが達成した。また、バン・インプが1976年に優勝して以降、ベルギー国籍の選手がツール・ド・フランスにおいて、総合優勝を果たしたケースはない。なお、引退後の2001年、自らが、発起人となって、ツール・ド・フランスのレース中に、非業の死を遂げたトム・シンプソンの記念館をオープンさせた。ありがとうございます。